やれやれ、せっかくゴーダが腕を振るってくれた晩餐もこうも沈み込んでしまっては実に味気ないというものだ。まったくね、今日は何を食べても美味しく感じられない、そういう気分よ。ほう、どうしてそういう気分なのか聞きたいね。心が晴れ晴れできるよう兄として後で協力させてもらうよ。エヴァおばさんも、うちの親父も、ずいぶん機嫌が悪そうっすね。そう、私はそうは思いませんよ。まあ、ちょいと大人な話で込み入ってな。バトラ君たち子供は気にせんでええ話や。ははは。なあ、夏日さん、キリエさん。子供たちの進路はどうなるのかしらとか、そういう話よ。バトラ君は将来はどうするの？ぼんやりと大学進学？そんなのじゃ長い人生レースのスタートラインとしては心細いわよ。あいたたたたたた。キリエさん、飯の最中にそんな話されちまったら、消化不良で便秘になっちまうぜ。はははは、そうやそうや。バトラ君やジェシカちゃんの進路の話をしとったんや。将来のことは真剣に考えんとあかんで。これでご飯は終わり？終わり？うん、これでおしまいだよ。はしてないわよ。お席について、落ち着いてジュースを飲みなさい。なんだい？
それはどこから持ってきたの？マリアちゃん、それは何？どうしたよ、夏姫さん。それ、何？マリア、あなた、それをどこで拾ったの？その封筒は、金蔵さんの？どうしてそんな封筒がここにあるんだね。こいつは面白いもんが飛び出してくるぜ。ちょいとわしに見せてみ。うん、ダメ。マリアが読むの。マリアがみんなに読んで聞かせなさいって言われたの。秀吉兄さん、子供相手に力づくなんていけませんよ。マリアちゃん、その封筒はどうしたの？うん、傘を貸してくれた時にベアトリーチェにもらった。ご飯が終わったらマリアがみんなに読んで聞かせろって言われた。マリアは魔女のメッセンジャーなの。メッセンジャーこの島の魔女様は随分と洒落てるじゃねえかよ。それで中にはなんて書いてあるのかしら、マリアちゃん。うん、読む。うん、当主様の紋章。私は金蔵さんに手紙をもらったことがあるからわかる。これは間違いなく金蔵さんの風呂だ。でもこのお屋敷にはそれと同じ紋章がいくつもあるのでは。例えば風呂用のハンコのようなものがあれば、金蔵さんでなくても風呂はできるのでは。いや、金蔵さんは風呂には必ず自分が指にしている後ろ宮家当主の証の指輪で刻印をする。この形や複雑な衣装は間違いなく金蔵さんの風呂だ。そうとは限らんよ。親族であれば一度くらいは親父の手紙を受け取ったことはあるはずだ。その風呂をもとに偽の紋章を作り、親父殿を語って刻印した可能性が否めない。兄貴に同感だ。風呂に刻印されている紋章がどれだけ親父のものに酷似していたとしても、間違いなく親父のものであるとは証明不能だぜ。だからその封筒が親父のものであるという証拠にはならない。私も全く同じよ。風呂の刻印だけでお父様の手紙だなんて決めつけることには同意できないわ。南條先生、曖昧な言葉は慎んでいただけるかしら。これは失礼、出過ぎた口でしたな。
マリア、その封筒は傘を貸してくれた人がくれたのね。うん。風じゃわからないでしょ。そうなの？つまり魔女ベアトリーチェが傘と一緒にマリアちゃんにその封筒を。はい。主人に私も同感です。得体の知れない何者かが手渡した怪文書です。読むにも値します。せめて読むくらいいいじゃねえかよ。な、それでマリアはそのベアトリーチェに食事が終わったら読めって言われたんだな。うん。いいじゃないの皆さん、これはおじい様の封筒ではなくベアトリーチェの封筒。誰が書いたのかはともかく中身を聞いてからの判断でもいいんじゃないかしら。そうやな。お父さんが書いたとは限らんが中身が気になるのは事実や。マリアちゃん、さっきは無理やり取ろうとしてすまんかった。謝るからみんなの前でそれ読み上げてくれんか。マリア、読みなさい。うん。本当に親父の手紙だと思うか。ありえんね。親父殿が私たちに何かを発表するときは直接でなければいつだって源氏を通してじゃないか。このようなこじゃれた方法でするとは思えんね。そうよ、マリアをメッセンジャーに。それこそお父様の趣味じゃないわよ。ローザ、これはマリアちゃんが私たちを脅かそうという何かの隠し芸なんでしょ。マリアはそんな気の利いたことができる子じゃないわ。ヨマ、うん。六軒島へようこそ。後ろ宮家の皆様方、私は金蔵様にお仕えしております当家顧問錬金術師のベアトリーチェと申します。そんなアホな。黙って。長年にわたりご契約に従いお仕えしてまいりましたが、本日金蔵様よりその契約の終了を宣告されました。よって本日をもちまして、当家顧問錬金術師のお役目を終了させていただきますことをどうかご了承くださいませ。くだらん、ざれ事だ。聞くに耐えません。さてここで皆様に契約の一部をご説明しなければなりません。私ベアトリーチェは金蔵様にある条件とともに莫大な黄金の貸与をいたしました。その条件とは、契約終了時に黄金のすべてを返還すること。そして利息として、後ろ宮家のすべてを頂戴できるというものです。むちゃくちゃや。初めっからむちゃくちゃだぜ。要するに、あれだろ？よくある。悪魔の契約みたいなやつなんだろ？ほんで、契約がおしまいってことになるから、利子を回収に来たってわけだ。いいんや？長年の退職金のつもりかな。ちゃっかりした魔女だぜ。バトラ君、今は茶化さない方がいい。これだけをお聞きならば、皆様は金蔵様のことをなんと無慈悲なのかとお嘆きにもなられるでしょう。しかし金蔵様は皆様に富と名誉を残す機会を設けるため特別な条項を追加されました。その条項が満たされた時に限り、私は黄金と利子を回収する権利を永遠に失います。特別な条項？それは何よ。特別条項。契約終了時にベアトリーチェは黄金と利子を回収する権利を持つ。ただし、隠された契約の黄金を暴いた者が現れた時、ベアトリーチェはこの権利を全て永遠に放棄しなければならない。利子の回収はこれより行いますが、
もし皆様のうちの誰か一人でも特別条項を満たせたなら、すでに回収した分も含めて全てお返しいたします。なお、回収の手始めとしてすでに後宮本家の家督を受け継いだことを示す後宮家当主の指輪をお預かりさせていただきました。封印のろうそくにてそれをどうかご確認くださいませ。これがそうだというのか。親父が指輪を手放すなどありえん。確かにチェスの時、金蔵さんの指に何か足りんような違和感は感じ取りました。南條先生、おぼろげな記憶でいい加減なことを言わないように。その心眼をここでは測れないわ。本当に指輪をおじい様は誰かに手渡したのか、この手紙が本当の話かどうかはおじい様に直接確認すればいいだけの話じゃない。そうね、キリエさんの言う通りだわ。果たして金蔵さんがそれを答えてくれますかな。あの人のお考えは時に人の世の常識では測りかねますからな。どの道ザレ事の息を伝め。第一、黄金幻想自体が親父殿のまやかしだ。ありもしない黄金の話を始めるのはお前たちだけで十分だ。でも魔女様はおっしゃってるわよ。黄金を見つけた者に家督と全ての財産を引き渡すってね。つまりベアトリーチェ様はお父様の顧問弁護士、もしくは金庫番でもあられるってことじゃないのかしら。このような怪しげな文章を子供に託すような怪人物を信用することなどできません。兄貴、腹を割ってもらうぜ。兄貴の知らない人物が親父の財産管理をしてるようなことはあり得るのか。いや、それはない。私は当主